ロストメモリーズ。いなくなった。話によればそうらしい。大丈夫ですって。前にふわっといなくなった時もしれっと帰ってきたし、きっとそういう属性のキャラなんですよ。あ、伝わります？このフィーリング。地味喧嘩。だが今回は若干勝手が異なっている。これってどういうこと？ねえ京子さん、ゆうこっち。私にも分かりません。気がついたらそれだけが。どうやらロードナイトモンの狡猾な罠に絡め取られてしまったようだ。ロードナイトモンの罠。ロードナイトモンはあらゆる剣謀術数を使って君たちを排除しようとしている。よほど警戒されているようだな。デジバイスが見つかっただけでも幸いだった。先ほどログデータを解析し、助手の位置情報がロストしたポイントを割り出してみた。見つかったんですか？どこ？我々の知った場所だ。かつてエデンのバージョンアップ体験会で使用したエリア。それを最後にログは消失している。あ、そっちか。あのエリアはイーター出現以降完全に隔離されていて、現在はメインエリアの復旧及び維持を優先している関係で放置状態になっているはずです。あそこはデジタルウェーブの容量も桁違いだ。ロイヤルナイツのアジトとしてはおあつらい向きだな。でも私たちは秋葉原にいた。それがいつの間にか別のエリアへ。私は気づかなかった。それだけ相手の罠が巧妙だったんだ。気に病むと言っても無駄だろう。ならば行動に移るしかない。ロードナイトモンの手に落ちた我が助手を取り戻すんだ。さすが京子さん、そうこなくっちゃ。まずはこのデジバイスを白峰ノキア、君に託す。そうこなくっちゃパート2。はい、私に。助手と共にあったデジモンたちを連れて救助に向かってほしい。彼らの力がきっと必要になる。君はデジモンたちからの信頼が特に厚い。彼らの力を存分に引き出せるはずだ。わかりました。ここは一つ私が一肌、二肌ぐらいヌギヌギしちゃいます。ノキアさん、私も一緒に行きます。お、ゆうこっちも脱いじゃう感じ。 JK 二人してポロッと行っちゃう。あ、はい、ポロッと行っちゃいます。何を乗ってるんや。ポロッと行く意味はわからないが、我が助手のこと頼んだぞ。無論バックアップはさせてもらうつもりだよ。イエーイ、そんじゃ行っちゃおう。でもってサクッと助けちゃおう。おいいね。おお、なんとノキアがプレイアブルキャラクターに。了解です。オメガモンが一緒に行けないのは不安だろうが、助手が育てたデジモンも頼りになる。よし、これあれかな、助手がいない間に進化バンバンさせて、俺のデジモンがーみたいな、そういう感じなのかな。あ、う、お、あ、なるほど、デジラボ向かわせてくれないんだ。そっか、そこは塞がれてるか。ねね、ゆうこっち、ここってバージョンアップしたエデンのエリア？なんていうか、その何にもないね。いえ、エリア内のデータは全て書き換えられています。ここはおそらくサービス開始前のエデン。現在空論となっているエリアを当時のまま再現している。以前資料映像で見たので間違いないと。
ふーん、そっか。だからかな。さっきから懐かしいっていうか、デジャブっていうか、胸の奥がキュッてなるような不思議な感じがしてるんだよね。それはノキアさんが、いえ、私たちがここを訪れたことがあるからだと思います。え、どういうこと？私も信じられなかったけど、はっきりと確信を得ました。この先に答えがあります。先に進めばきっと。うん、ノキアは、ノキアじゃねえわ、新たは思い出したんですね。ヒョードルがいないから今あなたたちに力を貸すわ。お、いけちゃう感じ。ハロー。運命が揺らいでいる。あなたたちの運命はまた別の場所にある。だから機能は制限されてしまうけれど、この場所を有効に使ってちょうだい。じゃあこれ使えないかな。あれ、進化とかできちゃう。これが使えないかな。あ、やっぱり。なるほどね。進化とかはできるんだ。できちゃっていいのって感じだけど。メモリアップもらわなかったっけ。やっぱあるよね。これで。なんか入れれたりするかな。14空いてるからなんか入れれるかもね。しゃ、じゃあヒョードルを探しに、レッツゴー。わー、同じ道たどる感じか。宝箱がある。極上肉。おー、いいね。なんかあのデジファームのデジモンにあげると友情がガッと上がるとか、そういうやつですね。覚悟してよ。お、何こいつ、初めて見た。こんなのいるんだ、プレシオモン。へえ、行け。これなんかあれだな、メガシードラモンとかホエーモンとか、あの辺が進化できそうな感じだよね。あれや、えい、ドガーン。ちょっと雑魚戦するにはバランスが悪い。ましたね。レベル上がりまくる。どうしようかな。ウォーグレーもなんか燃費悪いしな。無限ドラモンと、メタルシードラモンかな。赤フレンドシップデラックス。お、なになに、嘘っぽい。おうおう、子供になった。よくわかんないけど逃がすん。なんか野生だな。プリティヒョードルを追いかけよう。なんか本能な感じだよね。追いかけようみたいな。確かあの時お兄ちゃんと新太くんが面白いものを見つけた。さっきの公園でのやりとりですね。獲物が逃げちゃう。マジ野生だ。これがデジタルワールドへの入り口だった。やめなよ、危ないかもしれないよ。大丈夫だってば。ゆうこ、お前マジで怖がりだな。そんなことないけど、もし危険なものだったら、ねえ、ノキアちゃんも止めて。大丈夫、大丈夫。あ、見ろよユーゴ、
中に入れそうだぜ。本当か、アラタ。行ってみようか。うん、行こう行こう。なあ、お前も行くよな。私たちと。お兄ちゃん、この光って、まさか。行っちゃおうぜ。いいのかい、優子か。その光の向こうには過去が眠っている。失われた、忘れ去られた過去が。あ、お兄ちゃん、ユーゴくん。ユーゴ、やっと会えたね。お兄ちゃん、本当にお兄ちゃんだ。どっから出てきたんだ。自分でもよくわからない。今の僕は幻のようなものだから。イーターが生み出すね。え、どういうこと？8年前、エデンのベータテストに参加した僕は、イーターと遭遇し、襲われ、精神データを吸収されて、肉体に戻れなくなってしまった。でも、僕の精神データは消滅したわけじゃない。イーターに囚われたまま、ある場所に留まっている。ある場所？そこに行けば、お兄ちゃんを助けられるの？詳しくは言えない。優子たちは危険な目に遭わせたくないから。この子に及んで何言ってんすか。デジタルワールドのある場所とだけ伝えておくよ。結局探させるんじゃねえか。デジタルワールド。その場所から僕は君たちを見守っていた。時には姿を見せたこともあったはずだ。それこそ幻のような姿を。白い少年の幽霊ってやつですね。噂の白い少年の幽霊のこと？あれは僕の記憶の断片をイーターがデジタイズしたものだ。正体が幽霊じゃなくて安心したかい？別に幽霊なんて怖くありませんけど。それじゃあイーターの出現場所で白い少年が目撃されるっていうのは。僕とイーターは言ってみれば同一の存在なんだ。イーターとは子にして善。全てのイーターはあらゆる記憶、あらゆる情報をあらゆる瞬間に共有している。僕もそのネットワークの一部なんだよ。だからイーターがいるところには僕もいる。逆に言えば、イーターがいないと僕は存在できない。お兄ちゃん、優子、本当に行くのかい？この光の先にあるのはデジタルワールド。そこで待つのは失われた過去。真実を知るのはとても勇気が必要だ。私はたくさんの勇気をもらいました。パパやお兄ちゃんに、そして友達に。だから行きます。はわっ、ゆうこっち、それやばい。ぎゅーってぎゅーってしていい？え、な、何を突然。ノキアさん？そうか、わかった。心の準備ができたなら光の中へ進むといい。気をつけるんだよ。さっきも言ったけど、僕がいるところにはイーターがいる。待ってて、お兄ちゃん。次は私が会いに行くから。
その時は私も一緒だからね。もちろんみんな一緒。きっとおバカな新たも。皆さん私の友達ですから当然です。ついに友達って言ってくれるようになったゆうこちゃんが。じゃあ行きますか、行きますかと言いつつ、この先とかなんかあったりしないんですか。あんまないか。じゃあデジタルワールド行っちゃいますか。行こう、ゆうこっち。はい、ノキアさん。だいぶ前の方にジャングルみたいなところに、彼女たちの反応までもロストしたか。ね、主人公がいたことがありますけど、あれデジタルワールドだったんじゃないかな。長きの空白に終わりを告げる時だ。お。京子さんまだ何かあるっぽいな。やっぱりここデジタルワールドか。ここがデジタルワールド。とても綺麗なところ。ノキアさん、あれは。ねえねえ、君誰？えへん、私ノキアだよ。君たちこそ誰？僕アグモンって言うんだ。俺はガブモン。アグモンとガブモン、変な名前。変じゃないもん。そっちこそ変な名前だ。ふんだ、変じゃないもん。同じやりとり、まるで成長していない。昔出会ったことがあったんだ。なんだこいつら、変なのがいっぱいだ。変じゃないよ、可愛いよ。そうか。よく見ると可愛いかな。ねえアグモンガブモン、私たちと一緒に遊ぼう。私たちね、今大冒険してるの。君たちも大冒険しよう。うん、いいよ。アグモン、ガブモン、やっぱり私たち出会ってたんだね。ねえ、本当にもう帰っちゃうの？そろそろ戻らないと大人たちが心配するだろう。はあ、楽しかったな。あの子たちと友達になっちゃった。絶対また来ようね、みんなで。ここで襲われるかな。出てくるんや。じゃあやっぱり向こうの世界から出てきたってこと？ここにいちゃダメだ。早く逃げよう。逃げるってどこへ？来た道を戻るしかないだろ。けど大丈夫だよ、ユウコ。僕があいつを引きつけるから、その間に向こう側へ走って逃げるんだ。お兄ちゃん、そんなのダメだよ、危ないよ。あなた、みんなを
頼んだぞ。ユーゴ、うん、任せとけ。そうだ、私たちこの時ダメ、お兄ちゃんやめて。大丈夫だ、今のうちに逃げ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ゆうこ、これが私たちの忘れていた過去。本当にあったこと？あいつもこのことを思い出しているんだとしたら、新た。ここは電脳空間だ。現実じゃないんだ。だからユーゴは、リアルのユーゴはきっと無事だ。俺はみんなを守ったんだ。こうするしかなかったんだ。こうするしか。兄さんは私たちをかばって、それなのに私は忘れていた何もかも。ひょっとしてあのイーターは私たちの世界からやってきた？私たちのせいでデジタルワールドにイーターが。その通りだ。自らの犯した大罪、思い出したか。記憶の封印をわざわざ解いてやったのだ。思い出してもらわなければ甲斐がない。貴様らは不用意にデジタルワールドを訪れ、愚かにもイーターを呼び込み、アマツさえゴミを残したまま扉を閉じてしまった。その時、世界の断りは歪み始めた。その時、世界の崩壊が始まったのだ。いいぞ、怯えろ、絶望しろ、罪をあがなえ、この世から消えてなくなれ。この感じ、お姉さん、ゾクゾクしちゃうわ。リエさん来た、久しぶりです。楽しそうだな、ロードナイトも。
やーなるほどね。お未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。ほほほマジかバックトゥーザフューチャーじゃない、しかも変身したおお、ここどこ、これあの放置されてるエリアって言ってたやつか。これさっき車だったやつ、またすごげなデジモンが出てきちゃった。ちょ、もう何がどうなってんだか。私たちを守ってくれるの。貴様、私の邪魔をしようというのか。この姉のカーシアンがそこをどけ、そいつらをすりつぶせ、即座にデリートしろ。その人間どもは我々のデジタルワールドを崩壊させた許されざるトガ人なのだ。私もお前と同様、人の肉体に宿る人と沿ってきたデジモンだ。何故に私は問う。人は真に粛清されるべき存在かと。通った結果、貴様はそうして人間の側に立つことを選んだのか。とんでもないエラーだ。具にもつかないロジックだ。人間など悪しきデータをまき散らし、我らデジモンを世界ごと汚染する汚物でしかない。私の肉となった女も女によって操られた無造無造の群衆も、すべからく醜悪かつ邪悪、愚かで浅はかだった。つまり人間は粛清されてしかるべき存在。人間の消滅こそ宇宙の摂理なのだ。確かに人間は時に過ちを犯し、選択をたがえ愚かしい行動をする。しかしそれはデジモンである我らとて同じ。そして人間とデジモンの一面でしかない。お前の目には他の面が映らなかったとでも。デジモンと人間が同じ。貴様、人間とどうかし狂ったか。どうだ、あえて人間に共感しうるとすれば、無力なものを踏みにじる無益か。騎士という女の感情というデータの中では格別に神なんだ。ほら同族じゃん。何が届けそうなことに。やれやれ、誇り高きロイヤルナイツの言葉とは思えないな。おざくな。貴様のような得体の知れぬ者にロイヤルナイツの何がわかる。私にもわからない。だからこそ問い続けている。つまるところ貴様も人間同様無知妄昧なのだ。くるがい、このゴミともども消し去ってやる。やはり戦いを望むか。よかろう、他に道はなさそうだ。手を貸してくれるかな。それとも奴の望み通り素直に消えるか。白身の神白優子、彼女たちと共に。ちょ、ま、これどういうこと。
私たちのこと知ってる？あなた誰？これ京子さんですか？私の特製ブレンドを飲まないと思い出せないか？マヨネーズどちらにする？それともやはり両方かね？これはちょっとポカーンすぎる。我が助手よ、君のデジバイスを白峰ノキアから受け取りたまえ。仕事の時間だ。マジかー、それデジバイスだったのね。っていうかね、ゴーグルじゃないんだ。いつでも行けます。いやー、京子さんデジモンは全く想像してなかったな。おお、やられたー。マジかー。いやー、びっくりした。あー、いや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 、マジで？マジなんですよね。へー。ジ・エンド。いやー、おおおおおお、つえつえ。ちょっと、うん、なんていうんですかね、ポカーンっていうかなっていうかね、まあ、なるよねみたいなね。うん。とりあえず殴るけど。いやー、びっくりしたー。俺車が変形したと思ったもんね。パートナーデジモンがいたぐらいな感じかと思ったら、そのものかよっていう。まあ、ロードナイトモン自体は余裕っすけどね。変形するかな。隠された力が。そんなことはないか。この力、まさか貴様をロイヤルナイツ。なんかこう元祖ロイヤルナイツみたいな感じなんじゃないの。死がないね。さて、強固だったデジモン。そろそろ終止符を打たせてもらおう。私は戦闘が増えてな探偵でね、刀剣など体得しておけばよかったかな。待って、私に父の仇を打たせてください。いやいや、身を落とすことになるよ。なるほど、これは君の戦いでもあったな。いいだろう、君の手で君の戦いを終わらせたまえ。いやー、どうかと思うな、はい、お願いします。私と一緒に。来た、ロードナイトモンのお箱、高笑い。神の分際でこの私を撃つ。なんと輝けるキラのバラ、栄光のロイヤルナイツであるこの私を舐めるな、人間。思い上がるな、侮るな。強くなるかな。逃げない、あなたなんて怖くない。ちょっとこれ本気モード感あるね。まあ負けないけどね。ジョックレイソード、負けることはないと思うんだよな。ブレイブトルネード、これが効くんだよね。さすがに HP 多いというか、HP 多いのかな。余弾でそんなに落ちてない気がするんだが、これで半分超えてたぐらいだったからね。さすがにそれなりに。そして行動が多い。おお、さらにバフかかる。
存在自体が罪と知れ。おほー、これじゃなくてよかった。ジャックレイプトーだ。さっきの技がね、こっちに飛んできたら危なかったのかもしれないが。皆さん、頑張って。元気玉。魔漢光殺法かな、じゃあ。これで終わりじゃね？どうや？けい。しゃー、貫いた。やりましたね。けどね、私復讐はおすすめしないわ。剥がれもそんな感じだったし。なぜだ、なぜ貴様ほどのデジモンが我らに敵対する。それがイグドラシルの意志だとでも言うのか。そう信じたから私は人間と共にいる。ならば我らのしてきたことは何だったのだ。ロイヤルナイツとは何なのだ。聞かせてもらおう。お前たちはドゥフトモンは何を企んでいる。何やら気分がいい。いいだろう、教えてやる。あ、やばい、これ死亡フラグだ。やつは私がパラダイスウルフ計画で使用したデジタルラインを利用し、おお、なるほど、自らにデジタルウェーブを注ぎ込み強大な力を得て一息に人間世界をイーターともども滅ぼそうとしている。人間との融合は私には悪影響のみ与えたようだ。貴様と私、何が違ったのだろうな。乗り移る人間かな。さようなら、ロードナイト。いえ、リエさん。今度こそ本当の本当にお別れみたいね。寂しくても泣いちゃダメよ。私、あなたのバカみたいな喋り方大嫌いでした。そのキャラ作りっていうか若作り、見苦しいし正直痛々しいですから。全面的に同意です。
では諸君、ひとまず事務所に戻るとしよう。君たちも私に聞きたいことがあるだろうし、今後の作戦行動についても話し合う必要がある。てかあなたは本当に京子さん？私の入れたコーヒーをご賞味いただければ納得してもらえると思うが。え？八丁味噌クリームチーズわさびブレンド、未発表の新作だがなかなかの自信作だ。君に味見をしてもらおう、白峰のき。ひゅわ、私に？京子さんですね、間違いなく。京子さん、お願いだからわさびだけは抜いて。そこか。そこですか、ノキアさん。いやー、びっくりした。京子さんデジモンか。ちょっとね、衝撃すぎてもうなんかポカーンってしながら読んでました。いやいやいや、まあけど本当にこれで残すはドゥフトモンだけだから大詰めに向かっていってる感じですね。いや、まあクライマックスに向けてこのままどんどん進んでいきたいと思います。今回はここまでです。どうもありがとうございました。